はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は菅野美穂さん、はい、を食べたいと思います。ではなく、ですね、こちら、角瓶の、またしてもタンブラーに惹かれて買ってしまったというね、付属の角のタンブラー、ね、角ハイタンブラーでございます。まあ、こちら、うん、ついてきたんで、白角ですね。うん、買っちゃいました。値段が1200円ぐらいか。うん。ね。うん。うん。このために買った。白角というか角瓶はまずい。とあんだけ言ってきたんですが、タンブラーは欲しかったので買っちゃったよーんという感じです。後悔はして、一応ね、これね、目印があって、この1937年のこの下のラインまでウイスキーを注ぎ、そしてこのですね、このマークの一番上、この上の、ここまでソーダを注ぐのが、一応目印になっているということです。ね。まあ、こんな感じですけどね。まあ、格のタンブラーもう一個持ってるんですけど、それよかちょっと、目印がついてるところがいいかなと。うん。まあいいや。とりあえず、白角ですね。淡麗辛口、サントリーの白角。容量が 700ml で、アルコール度数が 40%。まあ普通と変わんないんですが、淡麗辛口と書いてあって、これがね、白角がね、なんだっけ。ハイボールに向いてるとか、いう話は聞いたんです。てか、関係ないですけど、今日クリスマスイブです。ね、イブにこんなことを、酒を飲んでいるわけですが。今日イブなんでちょっとね、いろいろ買っちゃったんですけど。いろいろと買っちゃったんですけど。酒をね。あ、急だ。やべ、給油だ。白角。で、ググりましょう。違いは何ですかと。普通の角瓶と、白角と黒角。今まで黄色角と、普通の角と、黒角は飲んだことあるんですけど、白角は飲んだことないんですよね。うん。淡麗で辛口な味わいと。おすすめの飲み方が水割り。あ、水割りか。ハイボールじゃねえ。ハイボールがおすすめなのが、黄色。普通の角瓶。らしいですね。で、黒角がオンザロックかストレート。がおすすめだそうです。でね、樽が違うっぽいですね。詰めてある。黄色角が山崎バーボンダル原酒。ん？バニラのような、甘い香り。で、白角が白州ホグスヘッドタル原酒。で、黒角が山崎パンチョンダル原酒。そもそも原酒がもう大体樽というか、もうそもそも違うのか。作られてる場所が違うのかな。わかんねえけど。まあいいや。とりあえずいただきたいと思います。乾杯。うん。
ん、まずい。まずい。この、うん、角瓶の、この、まあでも、黄色よかうまいですね。そんなに、あれはしないですね。なんていうか、香りが強くはない。黒ってどんな味だったかな？ちょっと覚えてないんですが。黒角。でもやっぱりこの香りはやっぱり全体的に強烈ですね。これは。やっぱこれは。そうだ、水買ったんだ。水を買ったので、ちょっと水割りでいただこうかな。ね、水割りで。まあ、やっぱまずいな。個人的に一番まともな、マシなのは黒角じゃないか。黄色が一番まずい気がする。香りが強い。大体香りが強いな。プレミアム角瓶は絶対買いたくないですけど。少なくとも。絶対買いたくない。やっぱね、これはね、まずい。まあ、まずい。もう一杯とは言わず、もう、まずいです。普通に。いや、何回も言うんだけど、関係ないけど、このさ、ハイボールのさ、タンブラーの、この、ジョッキタンブラーが欲しい。かな、と、思います。やっぱこういうまずいのは、ね、コーラで割って、って飲むのが一番かな。ね。もしくは、冷凍庫に入れておいて、キンキンに冷やせば、割とストレートでもいけるかもしれない。ロックとかで。もういけなくもないと思うけど。冷凍庫に冷やしとくと、だいぶ香りが落ちますからね。で、甘みが増す気がする。甘みが増すんだよね。びっくりすることに。びっくりするぐらい甘みが増すんです。香りが落ちて甘みが増すんで。結構飲みやすくなる。
のが特徴です。24時間以上、冷凍庫に入れておくと、ね、これはぜひ、まずい。もしくは、もう何でもいいから、ね、スピリッツですね。まあ、40度以上だな。少なくとも35度以上の、度数のやつを24時間入れておくと、うん。かなり、美味しくなったりします。んでね、ぜひ。ということで、こちらは、今日が24日か。もう25日になりますね、もうそろそろ。もうなっちゃうんですが、間違えて25って書いてある。24。明日はですね、例のおばさんと、ちょっと、デートしていきます。しに行きますけど。コクはないっすよね。セックスデートですね。いろいろ買ってもらおう。甘み。クリスマスケーキとかもちょっと買ってもらおう。ケンタッキーとかも。多分頼めば買ってくれるだろう。香りは強いかな。おすすめ度。2だな。まずい。あの人はね、頼めば何でも大体買ってくれるから。はい。コクと甘みが三つ星、香りが四つ星。若干香りが強いかな、という感じです。ね、おすすめ度は二つ星。まずい。とにかくこのスパイシーな、この、何か、香りというか味というか、これがちょっと気に食わない。サントリーの各瓶は。まあ、それがいいっていう人はいいと思うんですけどね。個人的に。これはまずいな、と。いう感じです。まあ、瓶はかっこいいんだけどね。ということで、ご視聴ありがとうございました。